2019年8月4日日曜日から8月18日日曜日に秋葉原 UDX2 秋葉スクエアにて開催予定の体験型展示イベント、ソードアートオンラインエクスクロニクルにてモーションキャプチャー体験ができるソードスキルチャレンジの参加者募集が本日より開始された。ソードアートオンラインエクスクロニクルは2019年8月4日日曜日から8月18日日曜日、秋葉原 UDX2 秋葉スクエアにて開催を予定する体験型展示イベント。電撃文庫ソードアートオンライン刊行10周年を記念したシリーズ集大成となるイベントだ。 RR 体験型展示イベント SAO エクスクロニクルチケット最終選考受付が本日17日スタート。特典オリジナルグッズ展示内容公開。今回8月12日月曜日より18日日曜日まで1週間の間、ソードアートオンラインエクスクロニクル会場入り口付近にて全身の動きを仮想空間に反映するモーションキャ、ソードスキルチャレンジはバンダイナムコエンターテインメントより発売予定のプレイステーション R4、Xbox One、Steam、R 用ゲーム、ソードアートオンラインアリシゼーションライカリスの CG モデルを使用したもので、キリトや友情になりきり、自身の体の動きを使ってリアルタイムにソードスキルを発動し、次々に進行してくるゴブリン討伐を体験することができ、そしてこの高クオリティな映像で試作を体験できるソードスキルチャレンジへの参加者募集も本日より開始となった。参加受付はイベントサイトより7月28日日曜日中まで受付中なので、ぜひ応募していただきたい。イベント情報、モーションキャプチャー体験ソードスキルチャレンジ、開催時期8月12日月曜日から8月18日日曜日、実施場所ソードアートオンラインエクスクロニクル会場入り口付近。参加方法、こちらの体験イベントは抽選でのご参加となります。ご注意ください。1、応募フォームより必要事項を記入いただきご応募ください。2、当選発表時にお送りするメールにて当日の集合時間をご案内します。集合時間に遅れないようご注意ください。3、会場入り口付近にソードスキルチャレンジコーナーがございます。入り口にてスタッフに当選メールを提示してください。募集期間、7月24日水曜日10時から7月28日日曜日23時59分当選発表、7月30日火曜日13時より順次申し込みフォーム https://saoexcronicle.com。 ご当選された方はイベント入場券がなくても本試作にご参加いただけます。ゲーム情報、ソードアートオンラインアリシゼーションライカリス、発売日未定、希望小売価格、未定ジャンル RPG 対応機種プレイステーション R4XBOX1SteamR0、 審査予定。イベント情報、ソードアートオンラインエクスクロニクル、会場秋葉原 UDX2F 秋葉スクエア会期、2019年8月4日日曜日から8月18日日曜日。最新技術で具現化する SAO の世界を体感せよ。ゾーン02 EX バーチャルシアター、ダイブイントゥエンクラド四方を囲む巨大スクリーンが、見る者を彼の地、アインクラッドへと導く。の剣士の魂の本流に圧倒される、超空間映像体験。ゾーン03 EX クロニクル、バースオブザデスゲーム。
テスゲームの誕生、原作者カーラツブテへのロングインタビューに基づき SAO シリーズをゲームマスターの視点で振り返る企画展。この高クオリティな映像で試作を体験できるソードスキルチャレンジへの参加者募集も本日より開始となった。注意ください。 1. 応募フォームより必要事項を記入いただきご応募ください。 2. 当選発表時にお送りするメールにて当日の集合時間をご案内します。集合時間に遅れないようご注意ください。 3. 会場入り口付近にソードスキルチャレンジコーナーがございます。ゾーン04 EX ストア、ザトレジャーマーケット、SAO アリシゼーションを中心に新規に企画制作された70点超のグッズなど、ファン必見の物販エリア。2017、河原、つぶて角川アスキーメディアワークスサウェイプロジェクト、C、バンダイナンコエンターテイメントインク、ソードアートオンライン、エクスクロニクルは2019年8月4日日曜日から8月18日日曜日、秋葉原 UDX2 秋葉スクエアにて開催を予定する体験型展示イベント。電撃文庫ソードアートオンライン刊行10周年を記念したシリーズ集大成となるイベントだ。 RR 体験型展示イベント SAOエクスクロニクル、チケット最終選考受付が本日17日スタート。特典オリジナルグッズ展示内容公開。今回8月12日月曜日より18日日曜日まで1週間の間、ソードアートオンラインエクスクロニクル会場入り口付近にて全身の動きを仮想空間に反映するモーションキャソードスキルチャレンジは、バンダイナムコエンターテインメントより発売予定のプレイステーション R4、Xbox One、Steam、R 用ゲーム、ソードアートオンラインアリシゼーションライカリスの CG モデルを使用したもので、キリトやユージオになりきり、自身の体の動きを使ってリアルタイムにソードスキルを発動し、次々に進行してくるゴブリン討伐を体験することができ、参加受付はイベントサイトより7月28日日曜日中まで受付中なので、ぜひ応募していただきたい。イベント情報、モーションキャプチャー体験ソードスキルチャレンジ、開催時期8月12日月曜日から8月18日日曜日、実施場所ソードアートオンラインエクスクロニクル、会場入り口付近。参加方法、こちらの体験イベントは抽選でのご参加となります。にてスタッフに当選メールを提示してください。募集期間、7月24日水曜日10時から7月28日日曜日23時59分当選発表、7月30日火曜日13時より順次申し込みフォーム。 https://saoexchronicle.com ご当選された方はイベント入場券がなくても本試作にご参加いただけます。ゲーム情報、ソードアートオンラインアリシゼーションライカリス、発売日未定、希望小売価格、未定ジャンル、 RPG 対応機種、プレイステーション R4XBOX1STEAM R0、 審査予定。イベント情報、ソードアートオンラインエクスクロニクル、会場秋葉原 UDX に F 秋葉スクエア会期、2019年8月4日日曜日から8月18日日曜日。新技術で具現化する SAO の世界を体感せよ。ゾーン02 EX バーチャルシアター、ダイブイントゥエンクラド四方を囲む巨大スクリーンが
見る者を彼の地、アインクラッドへと導く。黒の剣士の魂の本流に圧倒される、超空間映像体験。ゾーン 03EX クロニクル、バース・オブ・ザ・デス・ゲーム、デス・ゲームの誕生。原作者カーラツブテへのロングインタビューに基づき SAO シリーズをゲームマスターの視点で振り返る企画展。2017河原つぶて角川アスキーメディアワークスサウェイプロジェクト C バンダイナンコエンターテイメントインク